じゃいつもお昼何食べてるんですか？あ、僕は昼食べないんで。はい、あの先生逆に、ランチはどうですか？私はあの、はい、コンビニで買って朝食食べることが多いです。ああ、コロナもあるし。あ、でも元からなんか一人で食べに行くのがあんまり好きじゃなくて、あ、寂しがりなもんで、はい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 、だからあと面倒くさがりなので。なるほど。事務所でなんかこう仕事しながら食べる方が、あ、なんかそういうイメージが僕ありますね。弁護士の方が忙しいっていうか、うん、自分のことにいい加減な人多いですよね。なんか人のことばっかり考えてるから、ね、うん、あんまりそういうなんか贅沢とか自分とかじゃないですもんね、うん、そうですね。あんまりそんななんかこう派手に生活してるっていうのはないですね。ないですね。まあ、一部の弁護士の先生はですね、うん、なんかね、ガスのキャラでよく飲んでる人いますけど、派手にね、うん、生活されてる方もいるけど。今日はまあ特別だと、ね、僕らが押しかけるって言ったから今日はもう一緒に皆さんがいるから、はい、まあ、カニツダでゆっくりされますから。カニツダね、本当にいいところです。あ、いいところですね、うん、先生もいいですか？次の人もいいですか？強制終了された先生があくまでも個人的ですけど、個人的です、うん、でも理不尽だなと感じたり変えたいなと思う法律ベスト3っていうのを聞いてみたいです。結構難しい、ね、うん、難しいでしょ。守る立場っちゃ守る立場ですよね、うん、はあ、ですね。私たちの仕事は、はあはあ、法律にのっとってどうかっていうのを主張するっていうのが基本的なスタンスなので、一つは私が今やってる弁護団事件っていうのがあって、弁護団事件、はいはい、なんかそのたくさんの弁護士が弁護団っていう形で組んでやる事件が結構あるんですよ。でそれはわりかしその憲法の改正につながるような話であったりとか、憲法の改正に、うん、はいはい、そういうことが絡むような話の時に割とあるんですけど、はいはい、公益的な問題であるとか。私が今やってるのの中では、はい、あの同性婚訴訟って言って、同性婚訴訟、はいはいはい、はい、あの今ってその、まあ、役所の手続き上、うん、異性カップルじゃないと結婚できないよっていう、婚姻届出しても受理されないよってなってるんですよ。僕もう OK になってると思ってました。あ、本当ですか、はい、日本はまだ遅れていて、で海外ではもう結構あのそうやって OK になってる国がたくさんあるんですけど、はい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 、日本はまだ遅れてるんですよ。結婚できないところですか？できないんですよ。法律婚できないんですよ。そうなんですか。でそれがおかしいだろうって言って、はいはい、でそれこそさっきあった平等の話で、はい、その異性カップルはできるのに同性カップルができないのは不平等だろうっていう、はい、ような主張をして、はい、その法律婚をできるように、うん、それが弁護士団というのを組んで変えてくれっていう活動とかもあるわけですね。そうですね。それは裁判で、はあはあはあ、いや裁判の形でやって、はあ、でただ裁判で勝って例えば最高裁まで行って、うん、最高裁の裁判官たちが、うん、これさすがにおかしいね、うん、憲法14条に反してるねとか、はい、来ましたよ。憲法14条はそういうことなんですね。平等原則に反してるねとかいう判断をしたとしても、はあ、でも立法府と、そうですもんね、三権分立モンテスキューですもんね。そう、今流れるように出てきましたね。そう、立法とその司法って違うところなので、はいはいはい、結局そこがイコール、すぐイコールにはならないんですけど、そうですもんね、はいはいはい、だけど、まあ、その最高裁がそういう判断したよっていうのは少なからず、うん、立法側にも影響を与えるのでかなり動かしますよね、うん、それで、まあ、法律を変えてほしいっていうような活動をしていて、はいはいはい、じゃあ僕が先生みんな弁護士を集めて税金を安くしてくれっていう訴訟しますか？訴訟をしてほしいね。したいですね。税金高いですもんね。保険システムもおかしいよっていうのはね、わかりました。はい、じゃあ先生食べてください。はい、食べます。食べれるシステム。ごちそうさまでした。美味しかったです、はい、たくさん答えていただきました、うん、ということで最後の質問と、はいはい、いうことで、最後は、まあ、ありがちっちゃありがちなんですけど、多分興味があることがあって、うん、弁護士の1日のルーティーンを聞いてみたい、はい、どれぐらいのそのハードさがあったりするのかなという感じなんで、ちょっと、まあ、ある1日のでいいんですけど、はいはいはい、こういうことをずっとしましたというルーティーンを聞いてみるという単純な質問です、はい、とある一日、とある一日、実際の一日、はい、紹介しますね、はい、まず朝10時に、はい、藤崎の拘置所で接見、はい、接見ですね。拘置所の人と、はい、あの被疑者、まあ、被告人の方、はい、ごめんなさい、被告人の方と、
まあ、面会ですね、被告人というのはどっちでしたっけ、犯罪したっていうことで、そう、はい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 、起訴されている人、ね、なるほど、はい、すごいですね、そう、もう弁護士っぽいですね、やっぱり、うん、ちび弁護士とか呼んでますけど、接見があった、接見に行きました、ね、はい、はい、で、まあ、大体1時間ぐらいして事務所に戻ります、はいはいはい、で事務所でいろいろ依頼者さんにお電話したりとか、メールのチェックをして、でその後、昼1時半から、はい、事務所で、はい、電話会議ですね、裁判を電話でするパターンがあって、うん、でその電話会議をしました。重いですよね、電話会議って俺たちがやってることじゃないですかね。そうですね、裁判ですからね。そうですね、電話の向こうに裁判官いますからね、あと相手方の先生がいて、そこからすぐまた別の電話会議に出ました。はい、うん、電話会議、また裁判、そうです、裁判で、この時はそうですね、県外の裁判所とつないで電話会議が1件あって、でその後は福岡の、六本松にある高等裁判所に行って、はい、裁判ですけど、和解の期日に出て話をして、はい、4時ぐらいに戻ってきて、はい、5時から一件打ち合わせ、打ち合わせ、はい、はい、依頼者さんが来て、依頼者さんですね、はい、はい、相談聞いて、はい、相談聞いて、はい、これが1時間ぐらいあって、はい、でその後もう一件打ち合わせがあって、はい、で、ま、依頼者さんと、はい、その時点で頭がもうついていこう、すごいですね。6時から7時ぐらいまであって、はい、7時から弁護士会の委員会か何かがあったみたいですね。委員会、はい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 、はい、っていう一日でした。重いですね。だって内容が僕らと違いますもんね。うん、まあ聞いてみてよかったな。本当ですか。あ、ね、裁判とか聞くと弁護士の一日ってやっぱ明らかに特殊だなと思いますもん。うん、あ、そういうこともあるってことですね。そうですね、そんな感じで過ごしてますね、はい、でもそれをやるためには準備がいるんでしょう。はい、もちろんですよね。だから仕事終わっても翌日あると結構準備もあったりするってことですよね、うんうん、そうですね、次の日のためのまあ、裁判があったら、まあ、その1週間前、2週間前ぐらいからにはもう準備をしてるんですけど、っていうのがこう一件だけじゃないから、裁判もいろんな事件が並行しているの で、はい、それを同時変更でやりながら準備してます。ですよね、僕らテレビでいうとロケが3つあるみたいなもんですから、そう考えたらそうでしょ、えぐいっすよね、今カメラマンが続いてますっていう、1日4ロケですよ、地獄ですよ。終わりました。ということで、弁護士のある1日のルーティンを聞いてみたという形でした。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。